オッケー。オッケー。こっちに入れとこ。そこ置いときの。うん。また。それも米ビュー出る。出る出る。すごいすごい。パソコンしか買ったん。これ何で出てくるの見た。見た目で出てくるかな。でもあれだよね。おすすめ規制だと出ないかな。ツイッターで音追してる？音追してるよ。じゃあそっから飛ぶ方がいいか。この黄色の背景の顔いいね。あ、これ？なんか大人っぽくていい。もうちょっと前にしてほしい。ありがとう、前。あ、でも広角いらないと思うけどね。こう？あ、う、ま、うし、前前。あ、後ろだよね。ツイキャス、あ、これやな、オッケー、これで出せる。ミツの顔。ミツ、ちょっと待ってね。よいしょ。ほ、ほ、ほ、オッケー、これで見れるわ。すごい。あ、間違えた。あ、こんばんは。うん、これで見れるね。深夜と YouTube 版大丈夫？いや、YouTube はまた全然違うからね。多少の下ネタね。ルイジの配信見ません。団子ってでも収益ができんから意味ないんじゃない？投げても。これ遠くで、これ広角いらないよ、これ絶対。いらない。外したわけよ、この距離だったら。うん。横に画面しても、長、あの長、横長になるんだよ。うん、まあそれでもいいかも。米病ここで見えるから、ここで見たらいいんじゃね。うん。ね。そう、女性切り替え早いからね。そうそう、そうなん。3日間ぐらいしたらもう。うちしかも満行い女だから。うん。違う人とエッチしちゃったら、ほんと。ああ、切り替え。忘れちゃうんだよ。上書きされちゃう。バンはね、多分下ネタかもしれないね。あ、深夜ちょっと終わりかんだから。うん、俺も金ないんで。今んとこ友達なんで。そう、まあ宿は無料でいい。みんな4000人。またペガコ、またペガコ。鍋ね、食べたい？そろそろ。そろそろ食べたい。やっちゃう？これとりあえず入れる。水飲みすぎてお腹を吸う。ね、ちょくちょくパフェとか食べてるからね、いろいろ。あ、これ。ああ、そういうことね。うん、翻訳やで。ウケる。そう、料理できるって言ってもこれ鍋だからあんまり本領発揮できないけどね。おっぱい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 。これ何これ？ごまだれみたい。美味しいか分からんね、これな。どっちかやね、うん、悪魔的にうまいか悪魔的にまずいか。これで水とか入れなくて、まあ、白菜から出るもんね。お鍋久しぶりだな。こう一人で食うよりこうやってね、一緒に食うね。うち寝てたんだよ、マジ。舞茸とかつみれとか買って、ウインナーとか。やんやん。木綿豆腐。いえ、まあ二人だからね。切り物どうす、あっちですんの。お肉あっちで、白菜は、うん、豆腐はもう、うん、ちょっと茹でた。最初に白菜入れた方がいいのかな。最初はね、意外と豆腐とか。豆腐がいいの？え、豆腐でもボロボロなるくね、最初入れた。最後らへんじゃない？まあ、まあ白菜も最初か。白菜から水出るから。野菜いっぱい食べてね。うん。鍋が簡単よね。そう。ただ洗うだけだから。サイモンが何、荷物パクってたと。どういうこと？隣のね。どういうことな。ベイビー、まあ、あのスーツケースはいいやつだからね、全部。
やっちゃクッキング見える見えるよエビ太郎が料理しないうち、うちは夜食担当だからただ洗うだけ新やつが夜寝る前腹減ったって言ったらそばかなんか作るんやけど、まあ、今日は疲れてるからね明日料理してほしいスーツケース拾われたの喜んで持っていたの怖え追加すが、わあ1000人だ。ありがとうございます。おすすめ規制の中。はあ。つけていい？ついてるでしょ。ついてるわ。はあ。俺子供産みたいんよね。おエミタロ応援したたくなってきた。応援してください。新たな旅立ちなのでねドンタコス捨てていい？聞こえねえ。ドンタコス捨てていい？ドンタコス何？捨てていい？あいいよ。もう見たくない。めっちゃうまいって言ってた。野菜入れすぎたら薄くない。もう料理警察がワクワク。そうそう、あの母子手帳とか大事なものをもう全部持ってきたよ。やばい、漏れる。あと下着は買わんとね、もう下着がないんだよ。明日病院。こんな入れちゃう。まあでもクタクタなるかな。そう、あごめん、蓋してる、うん、一回水分出したいから。よし、エミタロ無責任すぎる。なんでうちがやっちゃ。最初は優しいよ。最初はだんだん厳しくなる。2日間ぐらい優しい。2日間ぐらい。3日目ぐらいからね、あの巣が出てくる。あれしてこれして出て行ってが始まる。いや。手切り。いいやんいいやん。男の料理さ。そう、うちは男で変わんねん。何鍋？悪魔の肉鍋ってやつ。びちゃびちゃになる。あ、そのままで手切り。手切りして、できる。手洗ってるからね、あのお風呂入って。確かに。で、これがちょっと少なくなったら肉入れよっか。せやね。野菜でもちっちゃくなるからさ。うち関西弁好きなんよ。そうなの？意外にチュパさんの配信とか見よったよ。逆に福岡弁好き。聞いたことある。よし、とりあえずこれで待とう。待とう。よいしょ。お肉いっぱいあるから。おお、速報 WBC 日本7対0。全然興味ね。今日野球してたもんね。
ちも興味ない。みんな実況してるけどね。そう、赤赤でちょっとペアルック的に。そう。貸してもらったか、また来てどっか行こうと思って。そう。それはそう。今も笑うとこだから。まあこれでいらんやつやけどまだいいけど。水が美味しい。せめて寝てるときは脱いで行ってほしいけど。俺も紙コップ取ってほしいな、はいはい、ジュースあるのに紙コップだけ。サンキュー。ほい、この桃飲むか。よっしゃ。なんかシーンってなんか音を流しとくか。うん、よいしょ。フリー BGM だけど。ズボン欲しいやつ。そう、押してちょうあるよ。え、これって、うん、ツイキャスのも、うん、流れてるよ。 YouTube のも一緒にバーって流れてるの。そう、青いのがツイキャス。そう、やっちょが育てるって。そう、子供向けがいいみたいな。育てて、そう、子供エビタロの配信としたってなって。この家の広さだったら育てれる。まあね、なんかいい香りしてきたぞ。ちょっと気強いかもしれない。ちょっと一瞬開けてみよう。まだ、まあ、5分10分置いた方がいいか。しなってなるまで。もうちょっとこっちにしてみて。これ、うん、あ、ごめん、いけるか。気をつけてみ。怖え。うん、これで。やっぱ新やっちの顔ってピカイチかっこいいよね。めっちゃ褒めてくれる。みんな今のドアップ見た。変わらんからね。TikTok めっちゃ漏れたよね。TikTok はやばい。ね。もう歳ぐらい若返る。ね、肌きれくなるし、縦画面って漏れるよな。ミタロツイキャスログイン線でも見れるようにして。そんなんある？ちょっとわからん。自分の囲いよりやっちょ選んだんかってどういうこと？うちが誰選ぼうがうちの自由やん。どこ行こうが。逆にでも離れたことで幸せになれると思う。別にね、うん、他の人と恋愛して、別にシングルマザーで。他の人と恋愛する人もいるし、ルイジはセフレとか男としてはいいけど親にはなれないと思う。まあ俺もだけど。配信スタイルとか変えない限りじゃちょっと無理だね。いや、しないけないけど、エミタルと俺だったら応援するって人もいるかもよ。なんか配信者としても、まあ、カップルとしてはなってないからあれやけど、だって一緒にデートしても5万円ぐらい振り込んでくれた人いたからね、浅草の時。ああ、そうだったね。そう、でもエミタロ通らんかったら、うん、10万振り込んでくれた人もいたんでしょ。ああ、いたっけ、わかんない。あんまでもお金、お金しないから。なんや黒猫、お前さっきから目につくじゃん。どこにおんねん、黒猫って。 YouTube の人、黒猫は Y って書いてか YouTube ね。 C がツイキャス。あーね、キャス。親になれて、でもね、みんな経験ないからなってみないと分かんない、ね、そうだよ。100点満点の親はいないから、うん、子供も0歳から始まるからね。そう、女としてやったら子供いないとね、一生独り身っていうのは寂しいかもしれない。4回失敗してるからね、子供のチャンスが。この右の人は爬虫類ですか？うち？もう気に。爬虫類かな。いや、いちいち拾いすぎる。よくカエルって言われます。だから正解。雨大好き。子供好きだけど自分の子供は好きじゃないよ。そんな育てるあれ責任感がない。子供が親を育てる。私がよくに母に言われています。
マイク近いか。みたろちゃん応援してる、ともさんありがとう。すごいね、DM と LINE が来たらすごくて。ね、ピッピ鳴ってたよ。がっかりした方、ごめんなさい、ね。がっかりした人が多かった。がっかりした。がっかりしてない人の方が多いと思うけど、逆に離れてよかったの。呪縛解き放たれたの。お、めっちゃいい感じ。あ、いい感じやん。ちょっとあちあちあち。ちょっとやくゆく。かのちゃん好きな人いるってだって。そう。若いからね。コロコロ変わるからね。ゼロワン電話してるよだって。誰に？誰に？あ、あ、貸して。はい。新薬町？ああ、久しぶりじゃん。あずまで久しぶり。ああ。今なんか鍋してるの？してる。今開いたばっかしだけど。今出来かけ。開いたばっかり。鍋ばしてるの？そう。あ、今配信開いたばっかり？まあさっき開いて。あ、ごめん。うん。で、エミ太郎チューしたんだっけ？チューはまあエミ太郎がしてきて、俺はやめとけって感じ。今後はとりあえずまあルイージといってもね未来ないっちゅうか、まあ別に俺は配信仲間っちゅうか別に恋愛とかそういう感じないけどね今はね。エミタはでも誰でもいいから抱かれたいみたいな、上書きされたいって感じじゃない、いつもの抱かれて忘れたいみたいな。そうだから俺じゃなくてもいいって感じやから、かっこいいかっこいいって言うけどね。でも俺もちょっとまだルイージ行った後だとすぐやってあれやから、とりあえずまあメンタルケアみたいな感じで。メンタルケア普通に楽しいことしたいと思うけど、まあね、俺はね、その新八中の家に行ったことによって、はい、今回完全に復縁できなくて、はい、エミトロちゃん一人で子供で育てる覚悟はあるの？あのなんかこの前福岡帰ったんですけど、うん、なんか結構家族もなんかあの配信見ててルイージさんの、うん、でなんかいっぱい私の悪口とか家族の悪口とか言ってる上で、確かに確かに、なんか、うん、もう最悪あのこっちで育てても、うん、あの協力するからねって言ってくれたんですよ。あ、うん、だからうん、まあ産みたいのは産みたいんですけど、うんうん、ちょっと今はちょっと距離っていうか、確かにね、うん、もう明日も病院だし、ふわちできなくて、うんうん、ふわちできなくて毎日ヘイトすごいもんね、悪口だらけだもんね。いやーそうなんですよ、あっちのコメントとかも、うん、もうそれがストレスでだろうね、うん、別れる別れるばっかりで、だったらもう別れてやるよって感じですね今。周りが言っても関係なしで、うん、自分の意思貫けばいいと思う、うん、2人ともなんか振り回されすぎやけど、エミタロちゃん俺味方だから何かあったら困ったら言っておいで、俺ありがとうございます。なんならね昼間ゼロワンチ行こうぜ、酔っ払った時勢いで行こうかなって話してたよ俺ら、うん、そう勢いは受け付けないけどでもいつでもいいって言ったら別に行ってもええやろ、明日でも明後日の、うん、遊びに行っていいでしょ。あ、俺は出さないよ、新八中から出さんもんね。とりあえず今んとこは出すつもりないね、エミタロが来ても。うん、今のところはドワンちゃん出すかもしれないところ、わかんないね、どうすんだよ出すんだったら責任取れよ、新八丁責任は取らないよ、だって別に親にはなりたくないから、決定的にもうダメになるんだから、それで。いやゼロワンだって何回も結婚してさ、1ヶ月で別れて子供も下ろしてて俺はそんな経験ないから、結婚も子供も、うん、あのミズニアとゼロワンには絶対言われたくない。彼女のやり取りだったら絶対言われたくない。人が妊娠してるのに失敗してる人っていうのはまた違うよ、それ深夜って。それ違うと思うけどね。他人の子やからな。出さないよ。で事後なのもしかして。いやいや、それ本当に絶対ないです。私正直者なんですけど、はい。うーん。もし手出したら教えてね。あ、もうすぐ秒で教えます。なんで教えるの、わかんの、うん、てかここ2人2回やってるから3回も4回も一緒やからなんやねん、何の慣れ合い電話なのちょっとマウント取ろうとしてきてたけど確認ね、いける、喧嘩はならんかったな
いつもなんか喧嘩腰食うようなあいつは。ちょっとそういう形でしか絡めないよね、慣れ合いでは。ちょっとトイレ行ってくるわ。いいよ、うん、出しよう。よし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 、ね、だから美味しそう。なんか金梅チンと俺みたいな。もうウインナーとか慣れ合いでもね、沸かせれるようなら一皮むけた。もう喧嘩しないとってなるとね、昔の俺らみたいに絶縁絶縁みたいな。まあそれはそれでいいんだよね。ゼロワン正論ってね、さっきまで水にあん時俺正論って言ったね。コロッコロ変わりすぎやろ、ブレブレやろお前らが。ゼロワンの言う通りになってたお前らコンピューターだぞ。人それぞれ違うんだから考え方が。それを押し付けること自体がおかしいんだって。ゼロワンが正論っていうか答えなんてないからね。幸せの定義はね違うから、ね、絶対不幸なるやろって言ってもさ、その人が好きだったらさね、またルイージ戻るかもだし。で俺としてはルイージ離れた方がいいなって思ってたけど、ゼロワンとしてはルイージと二度と戻れんからな、縁かって、深夜中で引き離したからなみたいな感じ言ってるけど、逆に俺引き離したかったし、子供産まん方がええって俺前から言ってるから。そこら辺でお互いのゴール地点がちゃうからさ、俺は別れた方がいいって意見と、水にゃんは別れてもいいし別れなくてもいいとか、わけわかんない。ただなんか便乗するだけして意見ないみたいな。ゼロワンはまだはっきりしてるから言ってよ。水にゃんとペガ子はなんかただ便乗するだけして、なんか何が言いたいかわからん。うん、どっち別れてもいいし別れなくてもいいしとか、なんかわけわかんないはみたいな。まだゼロワンははっきり俺と真逆の意見やから、それを決めるのはエミタロやしルイージやし関係ないからね。そこで俺が抱こうが抱かまいかっていう、またエミタロとしては抱かれたいわけだからね、俺に限らずね。誰でもいいから今の寂しさを埋めてみたいな。だってあの養分の彼女だって俺知らないで抱いてたからね、子供いるって。で俺が抱いた後にすぐになんか死産してさ、うん、まあ今は知ってる状態やからさ、うん、雰囲気よな今んとこ。そんなあのそういうつもりで絡んでないけどね、ただ配信で楽しいことやりたいなって感じで。うわぐっちゃぐちゃなっちゃった、かき乱しすぎた。あれ蓋なくなったんやけど、蓋どこ行った。あれ蓋が行方不明。あれエミタどこ持ってった。蓋がなくなってんねんけど、蓋閉めたいなこれ。蓋持ってった。ここ蓋閉めて開けて、開けて俺どこ行った。そっち持って言ってないけどな、蓋がなくなったんだけど。え、これでも蒸さないと鶏団子が。え、どこ行った。なくなるわけないんだけど。あっちある。あった。あれ持ってったでしょ。ガチ持ってかない、これ本当。本当。俺は持ってってない。なんで蓋をうちがわざわざ持ってくる。なんで持ってった。おバカさんだな。ちょっと蒸したい。俺持ってってた。ADHD に見えて。何何さっきのコメント。これでみたろが浮かれたら。うんうん、流れた。なんか暴露って書いてある。エミ太郎がやったこと暴露。いつもしてるじゃん。誰が？ルイージ。ああ。こっちだって暴露すること他にもいろいろあるね。お互い暴露出してる。あらこっちなんか秘
紐が全部出てるけど大丈夫。あ、なんでそっちした？エミしてないよ。これなくなっちゃったじゃん。どうしたらいいんだろうね、これ。どうしようもない。まあ、自分で持って行っただって。深夜ちゃう。ゼロワン持ってった？自分で持って行ったやん。あ、持ってた。遡って見てくれたんだ。本当に？なんかここに置きたくなくて置いちゃったんかな、あっち。でもだいぶ良くなったね。腫れは引いた。まあ忘れた方がいい、とりあえず。もう痛みで思い出しちゃう。あと単行本もできてる昨日の喧嘩。ああ、突き飛ばされたらしいよね、うん、肘は、あ、治ってる肘。早く忘れたい。そう、まあ話題しないことだね。アンニュンちゃんありがとう。赤文字だからなぜかなんか目立った。わあ、美味しそうじゃん。鶏団子が生っぽいね。ウインナー最高。ウインナーはまあ生でも食えるから。ひとみんさん、エミタロから絶対ルイージ連絡しません。うちね、他に横に男の人がおったらもあのね、忘れちゃうする。お、忘れさせよう。で、あれちゃんともうエッチしたんでしょ。なおさら忘れられるよ。ありがたい、逆に。ルイジ見てるって。ルイジ配信してるでしょ。まあ、深夜ちょっとはね、なんか縁があるんだよ。そうやね、うん、縁があるんだよ本当に。そう思う。まあ、最初は俺だったからね。8年前に絡んで、まあ悪いことしちゃったけど、まあね、もう全部知ってるから。まあ、ルイジも知ってるけど、なんか結構ね関わってるよな俺。なんだか、うん、8年前かな。20歳の時かな。うん、8年越しだからな。まあ逆に見ない方がいいけどね、うん、ちょっとね。付き合ったことはない。ない。今日やちょっとやってない。うち寝ちゃってたんだよ。そう、3時間ぐらい。そう、マジで寝た記憶もない。眠くなった記憶もないのに起きてびっくりした、うん、この上で寝てて。やっちゃう、ここでこのベッドで携帯じくっててびっくりしたんですよ、いきなり起きたから。そう、結構の酔い覚めて目覚めたかな。飲みなさいお酒。なんで？飲みなよ。これ飲んだんだね。飲んだ、チャミスル。明日なんもないからね。いや、あれじゃ別に嫌いじゃないよ。サバサバしてって。うちはしかも AB 型ってなんか聞いてて、うち AB 型の人好きだからさ、うん、うん、にお似合いなんじゃない。付き合ったらいい。付き合ってんじゃない一応、うん、いや黒川ヘッズ帰らないから、あの大事なもの持ってきたんで明日一人で病院行く。頑張る。検査結果聞くんだよ。前向きに。で、先生にも相談しようかな。あの、別れたんで、どうしようかな、みたいな。家が今なくて。あの、先生の家泊めてくださいって。家ないはどうしようもない。そう、家がないからね。転々としようかなって感じ。あららら、コメントがいきなり。そう、AB 型の人好きなんで。うちの姉ちゃんも AB 型だし、姉ちゃんの子供たちも全員 AB 型。うん、あれ、しゃもじどこ行ったの？部屋借りるお金がない。しゃもじがない。しゃもじ？お玉じゃなくて。あった。よっしゃ、もう食えるかな。いけるんじゃない、野菜とか。悪魔なんだ。
ポンコツや。悪魔になっちゃう。なんかね、病院全然ついてくって言ってるけど、長いからって言って、まあ、どっちでも病院行った帰りにルイージのとこ行きそうだから行かないそうだだって鍵うち投げたんだよ。まあね、これうちピンクのポーチ、布がなくなるね、綺麗なのに。そこに固めてる。ピンクのポーチこれ？ヒョウ柄の。すげえ具だくさん。わ、野菜がやばい。しかも新ヤットって、うん、なんかダイエット志向だからさ。そうだね。で、美味しいご飯作るのダイエット飯なんだけど。そう、男飯やけど。切ろ。グツグツ。美容院に来てほしくない理由があるんじゃない。まあ、あるならあるで別にいいけどね。いや、なんもないよ。どっちでも。赤ちゃん見ればいいじゃん。赤ちゃんね。うん、お兄ちゃんですって言って、超音波の赤ちゃん動いてるの見たら、あの不正が湧くかもしれない。あ、俺が育てるなんでなっちゃう。そりゃならないな。初めての経験、うん、まあいい経験にはなるかも、まあ、あとは嘘じゃないっていうの証明なる。未だに言われてるから、おろしてる説だ。そう、お腹出てないとか言われちゃう、うん、まあ、新やつが今日の夜見るだろうから、うん、何を。お腹。どういうこと。そんな展開なんの。ゼロワンに報告しなきゃ。やったわ。ゼロワンさん優しいな。まあね。いただきます。ポーチがないけどいいや。食べな。うん、食べる。うん、できてる。これができてたら全部できてるやん。本当、うん、いただきます。何も入ってない。しあちゃんありがとう、作ってくれて。、うん、気をつけてよ、次。うん、鍋が一番好きなんだよね。ね、いいよね。ね、あ、うまい、この出汁。うん、全然うまい。当たり。うん、おお。キムチ飽きたらこれでいい。みんな食べれるかな。全部いける。これ鶏団子めっちゃうまい。しあちゃんが選んだもんね、うん。逃げ入れる、これ前から。あ、うちもこれ同じの買ったの。そう、それいいよね、場所取らなくてね。タワーが。アマゾンで買った。全く一緒だわ。そうそう、新八が持ってたから買ったの。うん、俺かい。じゃあ真似してあるわ。新八はね、なんだかんだこう独占欲はある気がする。まあ、そうやな。だルイジと一緒なんだよ。自分は浮気するけど相手は浮気するんだって。まあ、今日も言ってたじゃん。すごかったもんね、最初ゼロワンの家行った時も。そう、だから24時間やれって言って、ゼロワンの時はやってたけど、ルイジの時もう眠いって聞いて、あ、これやってるわって。ほんで次の日ライブ来て、お前やってるやろって感じで冷たくポイって。冷たかったもん、そう。でもライブ来てくれたらめっちゃ嬉しかった。うんうん、盛り上がってくれて。また行きたい。うん、いただきます。あれちゃんの家にいるんだ。あの犬が好きだからね、楽しいんじゃない。うん、うまいね。うん、あんなけ野菜入れたけど、もうこんなにぺっちゃんこだからね、うん、白菜2個入れたのに。確かに4つあってもいい。美味しい。あ、トムヤムクンいらっしゃい。ちょっと一緒います。あっこ鍋久しぶりやわ。熱いな。あくよ。
今一回切った。鶏肉食べた？鶏肉もいけてる。うん。全部いける。これなんだろうね、豚骨ベースのなんか悪魔鍋って書いてある。悪魔の馬鍋。初めて食べた。これ肉鍋。肉鍋か。うん。ラーメンとかにもできる締め。本当はうどん麺入れたかったんだけど、そう。新やつが止めた。ダイエット中だから。まあでもこのウインナーとか入れてる時点もう手遅れやけど。そう、格闘技するからそれ4月2日。63キロ。ミタルといたらでもめっちゃ飯食っちゃうから太りそうやな誰かいたら飯食っちゃう。お今65キロだ。65キロ。そうルイジと同じぐらいだ。そう最初70キロぐらいだね。養うのは無理やな。こうやって短視配信してたらね、自然と応援してくれんじゃない。まあでもルイズさんの配信のコメント欄とかを見てたら、うん、うちと別れるコメントがすごく多くて、だからその人たちは喜んでる離れたよ。やつパパになんの、ね、パパなの。この方は結婚もしない、お付き合いもしない、新やつなのです。そう、花から言ってるからね。かのちゃんはうちもそれずっと心配してたんだけど、ずっと言われるんだよね。でそれでエミタルと絡めないって嫌じゃん。難しいね。セフレゲット。いやいや、ミタロ太りました。わかんない、体重明日測るから。太ってない。で太った方がいいね、今栄養とって、うん、2人分食わなあかん。お互いプライド高いから。おいしい、つくね。みずやんが女の人をやっちょたくに行かせようとしてます。どういうこと、ペガコやめてやめてやめて、穏やかなのに黙っちゃうよ。うち4000人引き連れてくれるのかな。ミサオも巻き込まれるからね、いろいろ。電話ないよね、そういうことしてると。食べ物をわずだと思う。ちょっとまね、自由にしたいってなるよ、たぶん。鍵も返したから、うん、黒川ハイツ戻ろうって言ってくれる人いるけど、入れないから。鍵を捨てるってそういうことで。うちは、確かな証が欲しかった。席入れるとか。指輪くれるとか。なるほどね、うん、何もしなかったから話そらし。ミタルとルイジ話させようとしたけど、お互いいいって感じだったから難しいんじゃない。俺はでも別れさせたいけど、前から言ってるけど、お互い不幸なって俺は言ってる。うん、やばい女って何？セフ
よね。惑わしちゃダメだよ。より戻したがってるよって。何配信してないのに。まあ、好きかって言うから、あんまり流されんように。コメント、うん、全部違うから絶対、うん。利用中かね、うん、別にお互い別に必要としたいんじゃない、うん、それは頼られたいし楽しいけどね。ちゃんと食べてます。美味しい。うん。これでもメインディッシュまだ。しゃぶしゃぶ肉。ちょっと食いたいのね。豆腐と。もうミズニャンの話はいいよ。絡みたいと思ってね。さっき心配してくれた。心配っていうか、まあ、ただの便乗だな。情報量が多い。いいじゃんだ、みんな絡んでくれてさ。やっちょとルイージしかいないって言って、なんだかんだ絡みたいって言えばいいじゃん。いやでも俺が別れさせて幸せになった人もいるから。逆に別れさせないで自殺したいとか不幸になった人も見たの。金梅と俺ら意味もなく別れさせてない。お互いのこと見て、あこれは2人一緒じゃないわいいって言って、関係ないけど勝手に別れさせてる。あマリモちゃんありがとう。これも全部ぶち込んでいい、うん、なんか種類ちゃうな。ゆっくり食べれば食べれる。確かに新やっちの感はなんか鋭いかもしれない。そうよ、スピリチュアルとかは信じない人だけど感は当たるのかな。そう、なんかもうずっと辛かった正直今まで。辛いっしょ毎回喧嘩してね。かった。配信のネタだったらいいけど、エミタルでもあんまり配信切っちゃうぐらいだからネタじゃないから。でこっから盛り上がるって感じの時も俺がコメントした後普通にプッて切ってるからね。 YouTube ライブ今から盛り上がるってとこで、まあ、配信やってたらいいよブツって切ってるから。で配信の方だったらそこで切らないからね。普通もう喧嘩なるから切るみたいな。ちゃんと話したくて本まで、ね、でも切っても一緒だった帰ったから、まあね、アリちゃんがエミタロのシールついてる鏡捨ててって言って捨ててた。プリクラっていうかステッカーみたいな。いいよ捨ててくれ。かっこいい。うち男の人の咳払い好きなんだよね、うん、めっちゃ痰が絡んだだけ。そうだね、いっぱい泣いたからね。泣いたよね今日、うん、ちょっと、ね、痛かったもん。ベイジーにブロックされた。ナナちゃんどうも。何書いたの。赤だじでブロックされたんかな。ちょっとナナもって人こんで。誰誰やねん、入れないで。誰かわからん俺も。心乱れちゃう。知らないよ。ウーヒクヒもなんかもらう気ないらしいよ、うん、お母さんがもらうなって。ああ逆に、うん、なんで3万とか言うかよって。もらえなさんもらわんで合わせんときって言われた。今日なんか他のフワちゃん新社が4万払ってるとか、3人ぐらいか4万払って毎月10万ぐらいかって話してた。
ヒノピーって俺の元ダンサー。あ、ヒノピーね。俺の元バックダンサーの。うん、会ったことある。そう。あの人も結構、元妻の人も俺のライブ来てたからね、会ったことあるんだけど。嘘泣きじゃねえし。おはにちゃんって子。うち、嘘泣きしたことない。誰や、ななもって。ま、ヤミーさんの患者さんって変な人いる。あ、そうなの。あのストーカーしてた人、ハー君。いや、ちょっと鍋楽しそうって書いたらブロックされた。どんだけどんだけ振って低いの。自分あれちゃんとイチャコラしといてね。ラジオになってるの電車やから。私もブロックされた。エミタロ吹っ切れてるみたいだよってコメント。なんでそんな煽るの。いいやん、自分は朝配信で女の子いっぱい絡んで毎日よりどりみどりセックスしたらええやん、前みたいに。それが GM だ。ねえ、それがよかろうもん。うん、エミタロ一人で収まる男ではないだろう。いや、さっき寝た3時間ぐらいヨギボーの上で寝とった。なぜか豚肉んで、お風呂冷めて追い抱きしてスーパー行って、今お風呂入れさせてもらった。いいお湯だった。どうしたの。飛んだ。これ食う。うん、豚肉と鶏肉。わーい、ついでもらっちゃったよ、しんやっちゃに。ウインナーも。ウインナー大好き。豆腐は。豆腐も大好き。ナイスー。やばい、好きになりそう。これ豚肉めっちゃうまいよ、絶対。しんやっちゃ優しい。子供は産む産む。子供に罪はないじゃん。うちの実家のお母さんもおばあちゃんも元気だし、ワンちゃん福岡に帰ってうち、ねえ、お母さんの店で働けば、うん、みたるちゃん見えない。あ、なんか、あ、充電が。ああ、止まったのね。これ差しな。届くかな。ここらしい。ピチッと。オッケー。そう、エミ太郎はツイキャス、やっちゃう YouTube だから両方フォローしといてください。よろしくお願いします。よかったらエミ太郎チャンネルも、よかったら。そう、エミ太郎もツイッターね、メンションしてから、そっからあの載せてるんで、ツイッター。そう、両方フォローしてくれたらね、配信頑張る。あ、あら、ごめん。あ、いやいや、取れかけてた。気になるさ。待って、ちょっと小指にさ、うん、小指にこうして、赤い糸みたいな。ドラマやん。ドラマやんけ。エミ太郎応援してます、ありがとう。キロ本当ありがたいよ。あ、でも豚肉全部明日残しとく。食べきれねえよな、絶対。あんまり鍋が映ってないね。確かに。クイッと。しんやっちゃうって。鍋。あそこだ。いい？あ、いいじゃん。みじや変身。まあ、エミ太郎が嫌がってるよ。俺は。今日は暇人や。もうちょっと3日後ぐらいに誰か来るならいいけど、会ったこともない人に会うのちょっと気づかれしちゃうよ。深夜中いるかってめっちゃかまっちゃうじゃん。仲いいね。うん、いただきます。お豆腐とかね、ウインナー、白菜、豚肉入ってます。電話出ないで。電話かかってたの気づかんかった。おいしい。暑いから。豚肉食った？まだ。豚肉うまいと。おいしそう、この豚肉。ね、
薄切りで。やっちょはね、助けてくれるの。まあね、最初の再会はネットの王子のとこに行く予定が、うん、配信切れててどうしようって時に金梅さんとやっちょから LINE が来ておいでって言って、うん、俺のリスナーもエミ太郎入荷しようってめっちゃ書かれるからさ。まあ、書かれてたの。そう、毎回書かれるからじゃあ入荷するみたいな。でも俺あんま束縛はしないでしょ、基本自由みたいな。でもルイージだけはって感じ。ちょっとしたことだよね。だ、自分に自信がなさすぎるんだよ。わかる、うん、自信があったら行ってこいって言えるよね。逆に離れるけどね、そんな。まあまあ、エミタルもね、ちょっとね、フラフラって感じだから難しいけど、それを勝手にいなくなったりするもんね。難しいけどね、まあ、確かにそれはムカつくと思うけど、もう今回は違う。なんかもう、ダイエットにいいと思うよ、これ。いいかな、太りそうなんだけど、うん、いや、大丈夫、ウインナーとかも大丈夫。麺菜で入れてなければ。しやち器広い、あんまり怒らないから。うん、あんま関与してないね、そこまで。口喧嘩はやばい。口喧嘩っていうか、ネットの字と3人でカラオケ行ってて、うちも悪いんだよ、うるさいうるさいって言ってたら、うん、怒られた。ああ、一回ね、 あれは怖かった。そう、サポートしてたのになんか無限に扱われて、うん、いや、お前のためにやったっとのよみたいな、で怒ったね。怒った時でネットの上珍しくこう、まあまあでこうハグされてもう帰るわっつってそう、エミ太郎のためにやって王子とうまくいくようにもう空気読んで外で時間潰したりとかめっちゃキューピッドやってたのに、そう、結構ね、あーってなるからね。さっきもペガ子と水にゃん喋ってる時も全然話聞いてないから。エミ何の話かな。そう、一応エミ太郎助けたいって感じで来てるのに、ありがとう、マリオちゃん。全く話聞いてなかったから。ありがとう。うん、でもそこまで一人の人にハマれるのも羨ましいけどね。俺とかもう離れますって言ったら分かったじゃあねって寂しくなるけどって感じのタイプかな。うん、すぐ折れちゃうね。そうやな、うん、引き止めないから。うん、俺も他の女の子行ったりするし、向こうも傷つけちゃうから。いや、俺一途じゃないんだったらって俺も思っちゃうから。おいしい。食べるペース遅くない？結構長い。やっぱ刑務所上がりだからさ、うん、ガスガスいっちゃうのよ。そうなのさ、また拒食オートみたいなのやめて。いやいや、こういうのは吐かない。本当？栄養あるし栄養ないのは吐くの。なんかご飯粒とか麺とかバーって食べ過ぎちゃったら罪悪感で、それで吐くんだ。吐く時もある。あっち、ちょっと窓開けていい？うん、暑い。あのちゃんって誰？空気入れ替え。カノが他のとこに取られる。まあ、どうなん、しゃあないんじゃない。アヒルさんって誰？コメントの人から。ハレちゃんとルイジなんで喧嘩したの？エッチしたから。エッチしたら喧嘩しがちやな。いてて、あ、リスマの喧嘩げ。カノちゃんはエミタのこと嫌い。いや、言わなくていいよいや、別に大丈夫。毎回これなるからね。
誕生日お祝いしてあげたのに。別にどう思われたっていいよ、エミタロだもん。でもカノがカノがって言うじゃん、エミタロ。まあそれ最初は気にしたよ。うん、その気にしないでって言って、うん、誰とも絡めなくなる。いや育てる。まあね、まだ先だから。それなら新八丁の精子がよかった。言ってるね。いや俺やだけど。子供いらないから。絶対イケメン生まれるじゃん。でも女の子っぽいんでしょ。なんかね、予想では、予想では、ルイージは宝を失いかけてる。残念な音。お宝うち宝なの。配信者としては一流だ。ルイ、あ、YouTube タトゥー大丈夫なの。うん、OK。うん、あ、そういう人多いんだよ。リオンツさん、エミタロちゃん知ったのは、うん、やっと知ってから。爆投げさまと短いけどね、期間がね。2泊3日ぐらいだよね、3泊4日が。うん、何時までやる。見たの寝たからさ、夕方、うん、だから結構元気かもしれない。俺寝てないの、実は。寝れんかった。11時か。11時早い。ブロックされちゃったの。育てない。もうずっとこれ言われてるの。絶対久しぶりに再会したばっかりだからね、今日。そんないきなり言われても。あ、ゆっくり食べてる。そう、いきなり食べたらお腹か満腹になっちゃう。ちょっと冷めるからこうして。明日も食えるしな。うん、豚肉絶対食えないからちょっとラップしとこう。うん、わ、ミジアンから来た。マロに入れたかったな。ミジアンどうする。誰、もういいよ。ミジアンはいい。ゼロワンさんなら好きだけど、ミジアンさん会ったことないの。何の話したか忘れちゃったよ。らしいよ。やっちょ赤似合うね。うん、何でも似合うよ、新やっちょ。兄弟みたい。若いからね。熱っ。ああ、フェイっていうの、水菜。うん、なんでフェイって。なんかティロフィナーレ香川っていう配信者がフェイってなんかあだ名つけた。つばくそとか水くそみたいな感じ。本人も開きなってフェイフェイって言ってる。エミタロですが、ありがとう、嬉しい。気の毒。何の電話。さっきめっちゃ長いこと電話したからな。うん、まあでもペガコって人と話せて嬉しかった。ああ、ミズニャンは知らない。まあペガコも同じエミタロと状況だからね。なんか配信者の子供で、うん、リンちゃんとエッチしたんですよ。そう、なんかそれ嫌だ。プーさん、やつに助けてもらってよかったね。はい。